ラリーグドジャース20、サンマーリンズ、2024年9月19日マイアミ。ドジャースの大谷翔平投手、30が19日、日本時間20日、敵地でのマーリンズ戦に1番 DH で先発出場。3打席連発を含む6安打10打点2盗塁の大暴れでメジャー史上初の50から50からの51から51を達成。 チームも対象で12年連続プレーオフ進出を決めた初回の第1打席は右翼フェンス直撃2塁打を放って出塁すると1・1・2塁から4番スミスへの初球でスタートを切って3投を決め50盗塁に到達間一発で捕手の送球より先に足がベースに到達してセーフをもぎ取ると自ら大台到達を拍手観客もスタンディングオベーションで50盗塁を称えたまた 記念の三塁ベースは球場スタッフによって取り外され、ベンチ裏へ運ばれた。2回誌一二塁の第二打席も右前的地打でリードを拡大。なおも一三塁から自打者、ベッツの打席で二投に成功。今季51盗塁とし、イチローがマリナーズ時代の2001年に記録した日本選手最多56盗塁も視野に入った。